オタクとかでね、あのエロ漫画好きな人とかで、まあ、オタクはね、その本当に二次元とか、だから本がぐちゃ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 ないやん。でもね、表面とかその人間関係を振って欲望を見た方がいいの。なんでかっていうのはそこはけ口かな。もうはけ口常にゲットしてるんよ。しかも二次元。アダルトビデオじゃなくて、しかも。かわいい。イラストっていうか、まあ、イラストが物語の、な、生きる話なんか。それってのは、まあ、コミック。ん？じゃあ、アダルトビデオ、いや、あれは、エロアニメちょっと、多いところ、あっちはちょっと問題とか言う。特に、アダルトビデオの女優さんの、ん？こと。まあ、あれは風俗営業の分野をきっちりと収めるべき。表現の自由とかじゃない。風俗営業の枠。つまり本番があったら、それは風俗営業違反になるはずです。違うとおかしいんだけど、いや、俳優同士だから。言うと、それは、じゃあ何法で保護されてるの？あれを保護する法律だ。そういう問題だ。じゃあ、それは置いとこう。エロ漫画、コミック、二次元完全な白黒。まあ、たまにちょっとカラフルになってる。何も問題ないと思うよ。それはそれで。それを実現するやつが、を取り締まればいい。きっちり警察が、エロ漫画をちゃんと把握する警察が、その似た事件を監視できるわけ。でしょ？それで実話をね、エロ漫画に隠す。これも取り締まれるの。実際にその事件がね、立件された事件があれば分かるんですよ。ずっとエロ漫画同じなんだったら、取り締まれるやん。そういう取り締まり方してください。